今回なんですけれども、いつもお世話になってますアトトさんの担当者の方よりこのプレゼントをいただきました。でこれサブウーファーなんですけれども、90系のドアボクシーに乗っていて、まあ、こういうオーディオになってます。最近新車にお乗りの方はもうおなじみなわけなんですけれども、このディスプレイオーディオタイプになっているということで、アフターのオーディオがなかなか透けにくくなっていると、まあ、いった状態になっております。それよりも前のもので 2D とか 1D 規格のオーディオがポンと付けられたりするものに関しましては、デッキを埋め込んであげればウーファーとかアンプとか簡単につけることできたんですけれども、まあ、今はこういったものと。で別途ご紹介するんですけど、最近はこのポーダブルナビ、これ P9 という最新版なんですけども、まあ、こういったものが流行っていて、据え付けのオーディオが外せないということで、まあ、こういったものを取り付けることによってオーディオのアップデートを図っているっていうのが最近の流れになっていると、まあ、いうことになっております。で正直私このウーファー今まで使ったことなかったので、まあ、今までのワンディンタイプのツーディンタイプのデッキであれば、まあ、簡単に使うことっていうのはできたわけなんですけども、この純正のオーディオで使う場合にはどうしたらいいのっていうのが、まあ、私オーディオがあんまり詳しくないものでやったことなかったんですけれども、オーディオの詳しい方は全く取り付け問題ないとは思うんですけれども、まあ、純正でウーファーとつけてみたいなっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、実際私これ90系のノアボクシーでこれ使ってみて実際使えたんで、せっかくこちらいただいたものなのでご紹介をしていきたいなと思います。でこちらの製品どういったものなのっていうところなんですけども、まあ、Amazon 等でもこう売られているものになっていて、非常に価格的にも安いものになっています。最近のウーファーかなり安くなりましたよね。昔はアルパインとかカロッツェリアとか使ってた時代なんていうのはもっとしたと思うんですけども、もう非常に安いと。格安のデッキぐらいの価格帯になっているのかなと思うんですけれども、非常に安い。27,000円。で、3,000円のクーポンがあるから24,000円ぐらいですかね。まあ、変えてしまうと、まあ、いうことです。で、これ 400W がピークパワーとなっているものになっていて、まあ、10インチ、25センチの薄型のパワーサーブウーファーというものになっております。で、これを実際、トヨタの純正のディスプレイオーディオにつけてみたと、まあ、いうことになります。で、最初私全然わからなかったんで、どういうふうにつければいいのかなと思ってたんですけれども、まずね、こちらのインプット、これをね、使ってみたんですよね。で、これインプットなんですけれども、これのアウトプット側っていうのが、1リーンとか2リーンのデッキでしたら取れるんですけれども、今の純正のオーディオであるとか、先ほどご紹介した P9 のポータブルナビとかですと、この RCA がもうないですよ。で、Bluetooth になってしまってるということなので、で、このアウトプット側を、Bluetooth のレシーバーをつないでみて、まあ、受信をさせて音声を出力したんですけれども、音声遅延がね出てきてしまうんですよね。なので、まあ、ここの機能せっかくあるんですけれども、今のオーディオ系で使う場合レシーバー等で使えるんじゃないかと思いきや、実はレシーバーが使えなくて音声遅延をしてしまうと、まあ、いうことがまず一つあります。まあ、それも試してみたんですけどね、ダメだったということですね。なのでこちらの配線ですね。リアのスピーカーの LR の配線。もうこの色自体はもう昔から変わらない。で、それをディスプレイオーディオの出力から取っていると、まあ、いうことになります。で、今は非常に便利になっておりまして、こちらなんですけれども、まあ、こういった Amazon でも売ってるスピーカー出力取り出しケーブルっていうのがあります。まあ、これを使えば、まあ、すぐにアンプにも音声出力ができると、まあ、いう非常に便利になっていると、まあ、いうことになっています。もう普通にオーディオ昔からやられている方はそんなの今頃言ってんじゃねえよと思うかもしれないんですけれども、このディスプレイオーディオでもそういったものがもう普通に売られていて、ウーファーもすぐにつけることができると、まあ、いうことになっています。これ映ってるのはちょっと違うんですけれども、トヨタのディスプレイオーディオでも対応しているものがありますので、そちらの方も貼っておきます。であとは非常に簡単でして、もうこのプラスの電源と、それからこれマイナスのアスですね。で、こちらの方が、まあアクセサリーみたいなものですね。電源オフでここの電源が流れるようになっていると、まあいうことになってるんですけれど、
で、私の場合はこれ補助バッテリーに今つけてて、まあ、アイセルという補助バッテリーありますけれども、あれを使ってます。まあ、こういったものも使えるようになってます。で、これ実は、ミシンのケーブル、プラスとマイナスのケーブルだけで、実は使っているんですけれども、まあ、ここのアクセサリーも常時にしてしまえば、このように電源を入れるということができます。で、ここ、押していただいて、電源落ちるはずなんですけども、これね、電源がね、なぜかね、落ちないんですよね。このケーブル、ここ、つけることによって、ここ多分ね、連動してると思うんですけども、なんかね、落ちないんですよ。で、ここ、つなげなければちゃんとね、これで落ちるんですけれども、実はですね、一度これ電源切ります。この状態なんですけど、もう一回パワー入れますね。そうしますと、このように、自動で電源が入る。だから、アクセサリーがしっかりと働くようになるということで、サブバッテリーをつないでいて、かつこれもサブバッテリーをつないでいて、完全に二進の状態ではあるんですけれども、スピーカーの音声を入力することによって、連動で使うこともできるということで、すごく便利な機能になっています。あとはもう原因とか、バスブーストっていうのはこれもう全開ですね。あとこの辺の LP のクロスオーバー、それからこのフェイズとか、これがね、いまいち僕勉強不足でよくわからないんですけれども、まあいろいろいじってみたんですけど、あまりこう変化というのは特に純正のオーディオからでは感じられないということで、これ、アトートさん、パワーアンプ自体もね、別途販売されているんで、まあそれと併用して使うことによってこの辺の機能っていうのがより生きてくるんではないかなとは思います。まあ純正で使う限りはまあこことここですね。使うことによって変化しろっていうのが見られる。より一層力強い重低音っていうのが得られるようになるということになります。もう操作系はもうここだけになります。あとはこのコントローラーですね。で、これ今マックスにしちゃってるんですけれども、マックスでも十分すぎるぐらい。マックスでちょうどいいぐらいなんですけれども、まあこれで音の調整、低音の強弱の調整っていうのができるようになってると、まあ、いうことになっています。で、実際音の違いを聞いていただければなと思うんですけれども、これ今 AI ボックスにつなげています。で、オーディオの設定なんですけれども、これイコライザー自体はついているものではないので、ここで音の調整をすると、まあ、いうことになります。やはり低音を聞かせたければ、ここは一番、まあ、最強にしておくっていうのが、まあ、一番いいかなと思います。最初のうちは。好みに応じて調整をしていけばいいかなと思います。で、AirBox 自体にも、イコライザーが付いてたりするものもあったりするので、まあ、そこから調整するということもできます。で、こちらを立ち上げて、で、フリーミュージックでやってみたいと思うんですけれど、低音、最強の状態です。つけてみて、まあ、音の違いを聞いていただいたんですけれども、せっかくこちらいただいたものなんですけれども、90系のね、ボクシーでね、つけた感じでいくと、まあ、曲にもよるかもしれないんですけども、まあ、今回のこの BGM なんかもそうなんですけれど、あまりウーファーをつけててもつけてなくても、そんなにその低音の音の違いっていうのは出なかったかな、極端に違いはあんまり感じなかったかなっていうのが正直私の感想でして、つけたからといって、ガラッと Bose のサウンドシステムみたいに、下の音がしっかりと強調されていて、低音もはっきりと音が出ているっていう感じとはちょっと違っていて、低音はもちろん出てるんですけれども、
ちょっと低音が強くなったかな、どうなのかなみたいな、まあ純正と同じぐらいのレベルかなっていうのがね、正直な私の感想でして、低音からの音ももっとクリアに出てくれると、まあより一層いいのかなっていう感じがします。ただアンプをつけることによってこのサブウーハーのポテンシャルっていうのは発揮されるかもしれませんので、興味のある方はぜひこちらの A-TOTO のアンプも試していただければなと思います。はい、ってことで今回はですね、ノアボクシーの90系でこの A-TOTO のサブウーハーをつけてみたという話題で今回お伝えをさせていただきました。ご視聴の方ありがとうございました。失礼をいたします。